スーパーロボット対戦 OG ディバインウォーズマイナスは2006年10月4日から2007年3月28日までテレビ東京系列で放送されたテレビアニメバンプレストから発売された GBA 用ゲームソフトスーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションをベースとした作品群像劇であった OG1 を主人公の流星視点で練り直した上で コメディ要素をほとんど排除し、シリアスなリアルロボットアニメといった作風になっている。登場するロボットは 3DCG で描かれている。OG1 には未登場で OG2 から登場するキャラクターや、当時の OG シリーズには未登場だったキャラクターも一部登場している。テレビ放送は第25話をもって終了したが、第26話が DVD 最終巻に収録されている。 2007年2月23日から DVD が発売され、奇数巻きのみ通常版の他に、再色済みアクションフィギュアが同梱された、リミテッドエディションが発売された。本作の放送が開始された2006年には、OG1 の PS2 への移植作、スーパーロボット対戦 OG オリジナルジェネレーションズの発売が予定されていたが、その後放送中の2007年1月25日に、 延期された後に、無期延期となり、3月末に放送された、最終話の CM で、同年6月28日に発売されることが、告知された。後に、OG1 の続編である、GBA 用ゲームソフト、スーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションにも、スーパーロボット対戦 OG、G インスペクターマイナスとして、テレビアニメ化されている。大人気シミュレーションゲーム。 バーニング PT 全国大会の決勝でカンプ、泣きまでに惨敗を喫した流星立ては、突然謎のロボットの襲撃を受けてしまう。幼馴染みのクスハミズハを守るために、軍のトラックに積んであったロボットで戦うことを決意、それが地球の命運を担う戦いの始まりだった。設定は、バンプレストオリジナルのキャラクター一覧参照。OVA に登場しなかった、シャイ王女。 OG1 内で死亡した、天山、テンペストラに声が初めてついた。ありがとうございます。